今日はこのパレットに特殊な方法で絵を描いてみようと思います。どんな絵ができるかな。早速やってみよう。使いたいというか出していくと全部色を一色ずつ微笑。みんなルール分かってないな。おもちゃんはどんな感じですか。かわいいね。いいじゃん。てんてんてんとしたんだね。タクにも個性が出てきますか。絵を描いちゃってください。手を使ってやっちゃう。すごいチカちゃんなんかさスパーってな感じの心に闇がある。泣いてるみたい。ガチャンのテーマはまさかのあれ違うんじゃないの。はい、ちょっとガラガラ声のお母さんです。はい、お母さんです。あれ、はい、今日はお友達のセナちゃんとコーキンくんに来てもらってます。コーキンくんです。この人はコーキンです。はい、そして今日は何をするかというと見せてください。このパレットに特殊な方法で絵を描いてみようと思います。水溜りボンドさんがやってた今世界で大流行しているキャンパスに特殊な方法で絵を描くという企画をやってみようと思います。イエーイ。やり方はまずそのパレットの上に絵の具を垂らして、その絵の具垂らした絵の具だけでいろんな方法で絵を描いていくというやり方です。はい、どんな絵ができるかな。早速やってみよう。絵の具を用意してあるので、みんなじゃあ好きなように出していってくれる。キャンバスに。うわうわ豪快。はい、じゃあちょっと絵の具出していこうか。いいよ、何色でも。じゃあみんな何色選ぶかな。え、赤。ホーキンは何選ぶ。黄色。いら？そうだね。縦に使ってもいいんだよね。あ、でも縦でも横でもいいけど。縦に使える。縦にしよう。決まった量だけ自分の最初のさ使いたい量だけ出していくと全部色を。じゃあ数決めようか。5種類よ。え？一色ずつ微笑微笑微笑って出していくね。あれ見てなかった。水溜りボンドさんとは。もうちょっと出していこう。それ学校の絵の具もったいないから、お母さん買ってきたダイソーのやつでいいんじゃない。そうだね。まだ全部一回出してから筆はいいよ。だからみんなルール分かってないな。あ、でもセナちゃんとコーキンは分かってるね。もしかしてまだ分かってないね。何だから筆はまだいいんだって。チカちゃん、セナちゃんがルールすごい分かってる。チカちゃんなんかランダムだよ。キャンプに来ました。はい、トモさんはどんな感じですか。じゃじゃん。あ、かわいいね。いいじゃん。てんてんてんとなんだね。じゃあ最後にして、トモキンくんはお、ちょっと右寄りに左寄りっていうかだね。いいね。あ、じゃじゃいいね。5色使ったんだね。1、2、3、そしてチカちゃんは、これはすごい、なんか何色ですか、これは。わかんない。7色数えた。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、156、167、168、159、160、161、162、163、164、15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 5、156、167、168、159、160
こっからさらに絵を描いちゃってください。じゃあ用意スタート。でちょっとごめんね、筆が3本しかないから手と筆を使って、はい、やってみてください。手を使ってやったです。
で、どうしは振る。でも、あの、ここを振るも、振り返してあげてね。みんなも手使ったりしていいんだよ。で、ロックが動いてたりするから、すごい、チカちゃんなんか、すっごくな感じの闇、心に闇がある。そうだ、ブラックホール描こう。ブラックホール、たまちゃん白色をまず塗ってるんだ、面白いね。ひなちゃんは、なんだろう、丸が、お、コウタくんなんかいいじゃん。感じ感じ、なんだろう、この四角はアーティスティックだね。あ、これだけで作品って感じ。ひなちゃんすごい、なんだろう、女の子みたいな、人みたいな感じ、なんだろう。すごいね、激しい。あ、トモちゃん、なにこれ。左じゃないですか。違う、ブラックホール。ブラックホール。テーマが深いな。でも、あやちゃんとかわいいのがこうやって頭いっぱいなんだよ。あ、ダメなの、これ絵の具をね、足しちゃいけないんだけど、でも、水溜りボンドさんね、一色だけ足してたから、みんな一色だけプラスしてもいいよ。一回だけ。そう、一回だけなの。縛りがあるからね。え、黒を足しちゃうの？黒はちょっと危険だよ。みんな、ちょっと歯ブラシを購入してみようと思います。歯ブラシ使いたい人。はーい。はい、ちょっと歯ブラシ使ってます。ねえ、お母さん。ん？見て、綺麗な色でした。おー、あ、なんかいいじゃん、歯ブラシ。ちなちゃんの横もダークケーキ。あ、なんかちなちゃんの歯ブラシ使い方いいね。かわいい、なんかみんなほんと見たくて立ててて、うわ、真剣です。ホッくんとちなちゃんの作業する顔がなんか似てるね。ちょっと下向くと二人顔が似てるね。なんか、もちか姉妹はちょっとダークネスだね。ちゃんとひなちゃんは明るい。大きいね。ケイロは泣いてる？泣いてないね。あー、ドリルだ。残りあと1分でお願いします。はい、完成しました。イエーイイエーイ。みんなどんな絵ができたかな。じゃあどっちから発表していく。はいはい、みんな、じゃあ真ん中のせなちゃんからお願いします。はい、じゃあ見せてもらいます。せなちゃんの作品です。わー、すごいね。これのテーマは何ですか？迷路。迷路。迷路。どういうこと？迷路って。ここが流される。ん？何？ここが流されるところ。流されるところ？迷路って流されたっけ？ここが端末。ん？何？端末。端末？ここが端末。端末。端末。なんかいろんな物語があるんだ、この絵の中に。すごいね、この赤の点々何？わかんないでしょ。そっか。すごく素敵な絵ができました。せなちゃん、拍手。じゃあ次誰かな。はい、はい、じゃあちょっとゲストの、ちかちゃんはじゃあ鳥でね、はい、はい、じゃあ見せてください。じゃじゃん、はい、コウキくんの作品です。あえて最初の絵の具を残して、今度これなんだろうね、明るい色か、明るい色使ってな、素敵な絵だね。テーマは何ですか？腐ったピエロです。腐ったピエロです。腐ったピエロ、それがピエロさん？腐ってんの？腐ってるんだ。なんかかわいそうだけど、これも腐ってんの？腐ってる、全部腐ってる。腐っちゃって、何？
ピエロさん何があったのかな。焦げて死んだよって。そっか、まあちょっと6月らしいねテーマだね。大木くんの作品、まさかの腐ったピエロでした。森のちかちゃん、はいどうぞ。じゃじゃん、すごい衝撃的。何がなんとかわからない。マグマが女性だよ。これがマグマで、ここにもマグマ出てきて、で、わかんないけど誰かに。ちかちゃんのテーマはまさかの、で、これが水、マグマでした。え、水をテーマ、すごいね。テーママグマ、マグマ。これちょっともうババンって出した時に爆発音バーンみたいな。じゃあちょっと爆発音とともにもう一回紹介してください。テーマは水です。マグマじゃないよ、水だよ。というわけで3人の映像、ともちゃんいいの、ともちゃんいいの、はい、ともちゃん、ともちゃんはちょっとなんか失敗したと言ってちょっと公表を拒否してます。何書いたの。もうやない、もうやない、一生やない、こんなの。まあ、言わないな。はい、ともちゃんはちょっと失敗したって忘れちゃいました。はい、じゃあ特殊すぎる絵の描き方をやってみました。みんなどうだった、楽しかった。楽しかった。楽しかった。じゃあ皆さんもよかったらお家でやってみてね。はい。